ベンチャー企業のね、働きを見せていきたいと思います。これやばいな、マジで。ございます。はい、おざまーす。ここ会社辞めようかな、もう何をするかより誰とするかの方がめっちゃ重要だなと思ってて。おはようございます。おはようございます。ここは東京23区で一番安いアパートです。え、いくらですか？2万です。安い。びっくりしたんですけど、玄関ないんですか？彼は総合格闘家の川田正人選手です。なぎらの高校の同級生の川田です。はじめまして。レスリング元世界チャンピオンです。簡単にルームツアーしていただいていいですか？はい、あ、もちろんです。はい、皆さんおはようございます。それではただいまにですね、ルームツアーを行いたいと思います。じゃあまずこちらからカメラをぐーっと回してもらっていいですか？はい、でこのままスーッと回してください。スーッと回して以上です。まあ、ポイントはここの掛け軸ですね。これ誰が書いたんですか？僕です。もうこれが一番大事だと思ってるんで。どういうなんか意味が込められてるんですか？バラマツさんもそのままでしょ、これは。やっぱ経営と根性であれば誰でもできると思ってるんで、ベンチャー企業のね、働きを見せていきたいと思います。旬ダイアリーですね、はい、のバラマツさんが一日密着をしに来てくれてます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。OK、 さあ行きましょうよ。僕は、なぎらたけしと言いまして、まあ、普段レッツゴーなぎらっていう名前で SNS とか YouTube やってるんですけど、株式会社ゴールビーっていうパソコンの創業メンバーで3年半前ぐらいからやっているというのが僕の簡単な自己紹介です。じゃあ今からオフィスに出社します。おはようございます。 YouTube で見た景色、秋尾さんが対談撮ってるわ。今入れない。ゴールビーの社員です。社員で、フィジークっていう筋肉のコンテスト日本一です。2日前に日本一になりました。ちなみに筋肉みたいです。やばいな、マジで。今日はこれから何されるんですか？今からはデスクワークですね、基本。僕の仕事って主に、自分の YouTube ってところが一番大きいんですけど、それの動画の初稿をチェックしたり、予約投稿とかサムネ作ったりとか編集したりとか、普通に会社のチャットとかメールの返信とかっていうのをもろもろやっていくっていうのが今からです。 SNS とか YouTube のコメントチェックしてます。コメント返信するんですか？返信というか、目通してますね。やっぱその視聴者さん、言うたら、お客さんと似たようなもんでもあるので、 YouTuber からしたらそこの意見を大切にはしています。 OK です。後ほど。ありがとうございます。うっす。あ、動画拝見しました。ありがとうございます。めっちゃかっこよかったです。はい、実物はもっといや、はい、はい、嬉しい。はい、ありがとうございます。お疲れ。あ、ワクワク様です。ワクワク様です。なんかみんな子って感じですね。あ、そうですね、そうですね。確かに子って感じですね。僕もそうだし、ね、会社のあれですか？ここってことですか？会社辞めようかな、もう。今何されてるんですか？今はですね、ゴールビーの仕事で、コーチングの相談窓口っていうのやってるんですけど、それのお客様へ制約できたとか、話してみてどうだったかっていうのをシートに入力してます。なんか普通になぎらさんと喋りたいから来るみたいな人も多そうですね。めちゃめちゃ多いですし、僕も全然それで OK だと思ってて、そう、基本なんか無理に営業とか一切してなくて、普通にまず話すっていうところをやってますね。営業の本質ですね。そうそう、もう営業されてる時って分かるし、いい気持ちにならないんで、もう僕がやられて嫌なことはやらないっていうふうにもう普通に決めてるので、今日どういうお悩みなんですか、ああじゃあ話しましょうっていうのを普通にやってるって感じです。おはようございます。うるさいよ。うるさいのよ。最高っすね。最高っすねじゃないわ、ほんまに。迷惑ですよ、ね。公害。いや、でもめっちゃいいですね。元気なのはいいんですけどね、本当にね。うるさいですよ、もはや。おはようございます。うるさい。よろしくお願いします。最高の一日でございます。みんなカメラ持ってるでしょ、本当に。うるさいんですよ。YouTube でよく見るサムネが、あ、そうですね、今ちょっとサムネ作ってます。一番大事なんで。いや、ほんとそうですよね。一番大事なんで。
サムネで再生回数が全部採用されるので、うん、こだわってます。ちなみにどれぐらい時間かけてるんですか？あ、でもこれは今10分15分ぐらいですね。今ここまではもう型があるんで、悩むやつはマジ2時間とか余裕でかかりますね。飯行きましょうや。飯行きましょう。飯に行きましょう。仕事ばっかしないで飯を食いに行きませんか？なんかよ、スタイリッシュみたいな。皆さん携帯いじってますね。そうっすね。やっぱなんだかんだ仕事があったりとか、チャット来たりするんで、それ返したりとか、まあ、結構あるあるじゃないですか、ベンチャーのね。確かに。飯食いに行った時に、なんだかんだスマホいじってるんで。めっちゃかっこいいです。あざます。うまい。お前はどうして使うか。確かに。こういう斬新な企画会議スタイルだから、はい、斬新な動画が生まれるんだなって。そうです、そうです。すごい勉強になりました。伸びるってことは普通じゃない要素が散りばめられてるから伸びるわけであって、それを普通なところで考えても普通ないでしか出てこないですから。あ、怖っ、怖っ、はい、怖っ、うん、はい、役者役者ガチやから行きます。うわ、マジで仕事どうしよっかな。もう転職しよっかな、マジで。うわ、どうしよう。お前はどうしたい？ OK です。すいません、今の何だったんですか？今のはリクルート出身の鬼山。すごい、企画会議から撮影完了まで15分ぐらいで終わりましたね。はい、そうですね、やっぱスピード感が大切なんで、ベンチャーはこんな感じで量産していく。お疲れ様です。疲れてないです。あ、すいません。気をつけてください。秋尾さん、なぎらさん、はい、はい、さっきからここのホワイトボードめっちゃ気になってたんですけど、これ何ですか？僕ら強さを定義してて、まあ、最強の組織を作りたいっていうゴールがあって、それをまあ追い求めた結果組織ができるよねってとこで、強さの定義どんな感じでした？強さの定義は定性的には自らの意思を実現する力、定量的には強さとは何か。僕らの答えは資本力×影響力×金出力。どんだけ資本があるか、どんだけ影響力があるか、どんだけ物理的な力が強いか、この3つそれぞれ強いやつが強い、この数値が高ければ高いほどいいっていう思想を僕たちは持っています。うん、お疲れでした。疲れじゃないです。お疲れでした。疲れじゃないです。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。いきます。やっと帰りましたね。秋尾さんに対して仕事進まないですよ。マジで。まあ、ちょっと一段落したんでですね、今から英会話です。英語のレベルはもうネイティブに近い感じ。あ、やばいですよ、やばいっす。 And welcome to your trial class. Yes, are you ready? Are you excited for our trial class today? Yes, 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 yes. I see. So all you need to do, Mr. Takeshi, is to enjoy and have fun, okay? Okay. All right? Okay, let's go. なぎらさん、どういう人ですか？変な人です。まあ、3年一緒にいるんですけど、一番ちょっと2人だと緊張する。何話したらいいか分かんない。というか話の振り方がちょっと私的ちょっと返事しづらい、なんかおもろい返しなみたいな感じで来るのと、すごい見透かされているような感じがするからちょっと緊張しちゃう。フォロワーさんとかその登録者さんからの信頼めっちゃ厚いんですよ。まあ、マーケ側の考えとしてこういうことやってみたいんですけどって話をした時に、その信頼度がどうっていうところの話とか、そこを前提に話をするので、めちゃめちゃ考えてると思います。今何されてるんですか？今はですね、ちょっと起業してみようかな思ってですね、それのちょっと、まあ、事業とか会社とかどうしようかなっていうのを
考えてました。ゴール B への愛は捨てたんですか？いやいやいや、ゴール B はね、続けますよ。ゴール B として所属しながら自分の会社も作るみたいな感じですね。まあ、ゴール B のさっきの考え方的にも個人を強くするみたいなのがやっぱすごいあって、会社自分で持って作ってみたいなチャレンジした方がもっと自分のレベルアップできるんじゃないかなと思ったので、かつまあ提供したいこととかあるし、やってみようかなっていう、まあ、勢い半分ですけど。具体的にどんな事業になるんですか？事業としてはですね、結論から言うとシェアハウスやろうかなみたいな感じです。まあ原体験として僕高校の時寮生活してたんですよ。6畳一間に4人とかでぶち込められて、それですごいやっぱ成長できたなっていうのがあったりとか、何をするかより誰とするかの方がめっちゃ重要だなと思ってて、でやっぱ最近の僕の YouTube だと20代の男性がもうほぼほぼなんですよ、視聴者。頑張ろうみたいな人がほとんどなんで、その人たちがこう熱いやつらだけで集まって、もう飯食って寝る以外ずっと仕事するみたいな、そういう熱い場所を作りたいなと思って、シェアハウスやろうかなと思っております。会社名の候補とかあるんですか？株式会社ゴリラマウンテンですね。なんか語呂が良くないですか？意味はないです、そんなに。意味よりもイメージとか、そうとか印象に残るとか。でも確かにゴリラマウンテンってなんだよゴリラマウンテン。なぎらさんお疲れ様です。疲れてないです。やばい。今からはですね、はい、まあ、会食がありますので、はい、はい、代々木に移動します。ほな皆さん、バイなら。失礼します。今、はい、なぎらさんのようにまだやりたいことが明確じゃない学生さんも多いのかなと思うんですけど、はいはいはい、そんな学生さんに向けて最後、はい、応援メッセージがいただけたらと思います。まあ、僕も大学の時あんまりやりたいことなかったんですけど、もうとにかくレベルアップしてやろうっていうのは考えてて、最近になって気づくのはやっぱ強くないと選択肢が持てないなっていうのはめっちゃ思ってて、やりたいことが明確じゃなくてもなんか強みがあったりとか、ここなら戦えるっていう強さがあればやっぱ自分のやりたい時にが見つかった時とかに選べるようになる、選択肢が持てるようになるんで、自分これやった方がいいだろうなと思うことってあると思うんで、いろんな情報があるんで、それを頼りにも必死に生きとけば絶対将来いい感じになるんで、強くなる、レベルアップする、これをおすすめしたいです。僕は何でもいいんで。ありがとうございました今日は。はい、では会食楽しんできてください。はい、じゃあ行ってきます。ありがとうございました。